3、2、1、ゴー。はい、今日はビキニボディチャレンジの4回目となっております。最初ヨガの船のポーズでお腹を鍛えていきます。足を伸ばせる人は伸ばしていいですし、きつくなってきたら足を曲げてあげると楽になってきます。しっかり腹筋に意識を集中させて5秒前はい、次はヨガの橋のポーズです。お尻をグッと上げます。これで太ももの裏、お尻、背中を鍛えていきます。息を止めずに呼吸しながら続けましょう。また船のポーズに移ります。この2種類の動きを30秒ずつ繰り返していきます。これでお腹と背中をギュッと引き締めていきます。はい、あと10秒。いや、まだ早い早い終わる。はい、どうぞ。始めるのが遅くて終わるのが早いから、しっかり皆さんは30秒やってくださいね。3、2、1で終わりですからね。3で終わってはいけません。お尻をもうちょっと上げていきましょう。腰を反りすぎない範囲でいいので、お尻しっかり上げていきます。はい、その体勢を取るまでにもう10秒も経ってもっとちゃちゃっとやってください。はい、ちゃちゃっと準備、ちゃちゃっと、はい、上げる。さあ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 、1秒も無駄にしないように。お尻を上げて、しっかりと集中して行いますね。太ももの裏、お尻、背中に集中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 。パッと切り替え、パッと切り替え、そうです、そうです、そうです、頑張れ。集中して集中して、30秒だけやから集中したらすぐ終わります。さあ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 、あと10秒。はい、すぐ準備、すぐ準備。そうです、そうです。やっとできるようになってきましたね。あと11セット。沸騰しいって。皆さんもね、奥さんをこういう風に鍛えてあげてください。旦那さんはこう、罵声を飛ばす方で、奥さんが頑張る方です。皆さん、一人でやります。ガミガミ言いながらやりましょうね。はい、パッといく、パッといく。さあ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 、さあ日頃の鬱憤をぶつけて。ちゃんと腹筋に力入ってるの。入ってるやん、ここめっちゃ痛いやん。はい、次早く。
そう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 。まあ、一応お尻の上がり方かな。もうちょっと上にな、キュッと上がるはずやね。足が短い。足が短いから。ああ、なるほど。はい、サッといく。サッと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 。そうそう。そうです、そうです。そう。うるさい。ビシッバシかなんか。あと8セット。さあやれ、さあやれ、それやれ。はい、すぐ切り替えて。あと7セットですね。もう終わったも同然です。さあ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 、まあ、この2つの種目だけなんでね、シンプルなのでやりやすいと思います。楽しないようにね、全ての姿勢で楽をしないように。はい、船から走って、船頑張って、船が沈む、船が、そう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 。まあできたらもうちょっとね、上半身が今完全に丸まってるからもっと上半身が立った方がいいんですけれど。はい、立ちのポーズ。なかなかな、かっこいいヨガのポーズ取られへんよね。先生やばいし。結構難しいねんな、ヨガのポーズはな。そうそう。できる人はもう簡単にできんねんけどな。はい、また船です。さあ、頑張って。じゃあそれでもいい。それでもお腹に効いてるちゃん。効いてるから。ああ、そうか。ああ、そうか。もうこっちの方がやりやすい人はこっちでやってもいいです。どっちにしろ腹筋にちゃんと力がかかってるかどうかね、それをよく確認してください。はい、D ライフの本のビギナーバージョンの姿勢でやってたのに、さらにそれよりももっとビギナーの姿勢でやらないと。ビギナー、スーパービギナー。まだまだあと2セット。それが最も楽なポーズやろうな。どうしてもな、猫背になって背中が丸まってしまうもんな。はい、ラストです。まあ、ちょっと背中の筋肉もな、鍛えながら柔軟性もつけていかないと、背中がどうしてもできない種目が増えてくるから。背中を直すやつか。直すやつか。まあ続けていかないと難しいやろ。3, 2, 1 3, 2, 1 Time completed!